可愛がられます。これはもう間違いない。うちの目つけとけやとかさどこ見てんねん、わかんの、あ、犯人、犯人いない。自分のことを大好きになって、大好きな彼、お金や世界から愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を楽しく軽やかにサクサクどんどん叶えていく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマはこれです。婚活が成功しない人の特徴についてズバリお話をさせていただきます。はい、本日の動画はちょっとね、辛口になるかもしれませんが、まあ実際辛口でも何でもなくて、まあ、真実というところになりますので、ぜひ婚活をこれからする方、そして今現在されている方にとっては、もうこのところだけはね、もし心当てはまる方がいらっしゃれば改善していけば問題ありませんので、ネガティブなことではなく今がベスト最善ということで前向きにやっていきましょう。はい、それでは早速いってみましょう。はい、まず一つ目はですね、ズバリ素直ではない方。素直さってもう最大の武器だと思うんですよ。で、かく言う私はめっちゃ素直なんですよって自分で言うなって感じかもしれませんが、本当私素直だなってすっごい思うの。例えば自分が何かを学ぼうと思ったりしたら、まずね、自分ので考えるよりうまくいく成功法則ってあるじゃない。その成功法則の How to の部分は真似る。はい、自分の脳も素晴らしいけれども、やっぱりこれまでね、成功されてきたパターンが何でもあるんですよね。じゃあもうそれに乗っ取る、従う、自分がそれなのできないとか、そんなキャラじゃないとか、いやそうは言ったってとか、いやまだ準備できていないとか、もうそういうことを言っても何にも変わんない。つまり言われたらするっていうことをやってます。はい、素直で、素直じゃない方っていうのは言い訳がましいですよね。うん、できない理由をやたら述べる、いかに自分が大変かっていうことを言う、それも言ったところでじゃあやめるっていう話なんですよね。まず成功したい、夢を叶えたいと思っているのであれば、自分が支持している方々の言葉っていうのはまず一旦ね、聞いてみる、受けてみる、その上で考えてみたらいいんでしょう。まずはそれからですね。はい、あとね、素直な方って受け取り上手です。例えば男性からさ、ものすごい、まあ、くどかれたとしたら、まあ、シンプルに受け取ったらいいのに、いや、そんなことを言うなんて逆に怪しいとか、そんなにくどくなんて彼の目がおかしいんじゃないのとか、なんか裏があるんじゃないのとか、つまり素直に受け取れないんですよね。ちょっと、ひねくれてる？はい。素直な女性って、女性だけじゃなくて、男性から見ても可愛いし、女性側から見てももっとこうしてあげたいと、教えてあげたいとか、とにかく素直な女性は可愛がられます。これはもう間違いない。はい、次に二つ目は被害妄想が激しい人。本当もうこういう方はもう人生しんどいでしょう。被害妄想がある方って、例えば私関西人なんですけど、この間ね、まあ動画でも出したと思うんだけど、私と1年間活動してくれるメンバーのことを I love me 文化生って言うんですけど、その I love me 文化生とグランピングに行ったんですよね。で、まあ、1台の車で8人乗って行ったんだけど、そこでね、運転する時とかにさ、やっぱさ、なんか運転してる人っているじゃないですか。あ、私たちのチームは運転うまいですよ。一般的な話ね。そしたら、ちょっと名前伏せますが、いやいや、うちの目つけとけやとかさ、どこ見てんねんとか、もうめっちゃ平気で言うんですよね。これって人からすると、後ろ目つけとけやって言ったら、え、怖いと思う人もいると思うんですよね。で、私は全然怖くなくて、いやむしろ、いやほんまやみたいな。いや、後ろ目つけとけ、つまり後ろ見てって感じなんですよね。その運転が下手な運転手に対して。だから、こういうユーモアを言った時に受け止めきれない。うわぁ、私、後ろ目つけてないから、あかんのみたいな。いや、寝たいやんっていう。だから、もうほんとね、被害妄想が激しい方は、
ちょっと例えば女の子同士がこそこそ話をしてると、え、私の悪口？何か悪いことした？とか、もう超しんどいでしょうね。被害妄想があると、例えば彼からちょっと LINE が遅かったとか、彼がちょっと機嫌が悪かったとしたら、え、私が何かやったとか、もう私は思ったことないよね、人生で。まあ大雑把な性格なんで、うん、まあ、あのね、本当この被害妄想を持っていると、受け取れないよ、愛を。被害妄想がある方っていうのは、自分の自己肯定感が低いんですよね。自己肯定感が低いから、自分のことを受け入れていなくて、すごく周りからの目線を気にしちゃうんですね。誰かに迷惑かけちゃいけない。誰かの期待に応えないといけない。そうやって他人の顔色を伺うことをしている。だから、ちょっとでもその第三者、他人が機嫌が悪くなったり、まあちょっと例えば乱暴な言葉を言われたら、ああ、私がなんかやっちゃったんだとか、もう自分責めが激しいですね。自分責めする人って自分 DV。ああ、自分 DV するから DV 受けるんだね。で、これね、私クライアントさんでモラハラの方受けないんですよ。うん、受けないんですが、ご質問とかでね、いただくんですね。モラハラの人はとか、まあ、モラハラをね、される方、DV される方っていうのは、自分をモラハラしてるからされるんですよ。うん、許したらあかんよね、もう。ね。はい。被害者意識を持ってたことは、相手を加害者にしちゃうんですよね。相手を加害者にするとさ、相手からすると別に悪気はないのに、自分が犯人とか、犯人っていうか、まあ、犯人みたいな感じ、犯人犯人っていうか、まあ、そんな感じで思われちゃうわけじゃないですか。やめてくれって感じなんですよね。だから、そんなのじゃ、成就しないよ。はい。次に、三つ目。三つ目は、自分の意見を言わないで、察してガール。このもう自分の意見はもう全然言わないけれども、もう訴えかける女、意外。はい。私はさ、まあ男性のだから、自分の意見を言わない人って、自分の意見を言わないけれども、自分の意見が叶えられなかったら、勝手に不機嫌になるのって、ものすごい自己中心的だと思いません？うん。なんか自己中じゃないようで、めっちゃ自己中心的なんですよね。で、その数だけ価値観があって、みんながみんな同じじゃないじゃない？だからさ、相手はこうであろうという期待とか推測って、あくまで不確定なんですよ。確実じゃないんですね。だから、言葉を交わすことでお互いのことをしていくから、だから男とは〇〇であるとか、女とは〇〇である。例えば、男性はご馳走するものだとか、女性は尽くすものだとか、なんかそういう言葉自体が無意味。男性とはご馳走するべきだって、女性もご馳走していいと思うし、女性は尽くすべきだなんていう男性、いやー、モテないですよね。うん。はい。でも本当そうですよ。まあね、とにかく言葉をちゃんとね、伝えるっていうことを伝えてください。あ、ごめん、レオンちゃん、起きちゃった。パンってやったら、レオンくんが起きた。ごめんね、レオンくん。はい。次に四つ目が、尽くす女性です。私は、尽くすことは悪いことではないと思うんですね。その恋愛関係に限らず、誰かに尽くすっていう行いに関しては、悪いことだとは思ってはおりません。ただ、ただですよ。こういう尽くすは NG だよっていう尽くすをお話をさせていただきます。それがどういう尽くすかって言ったら、テイクからの尽くす。つまり、見返りを求めるがゆえの尽くすです。私はこんなにあなたのためにしてあげてます。だから、あなたもこれを返してください。返せなかったら、裏切られたとか、こんなにやったのにとか、私はあなたのためもっとこんなにやったのに、あなたからは何でもしてくれなかった。ひどいみたいな。いや、そんなこと誰も頼んでないし、勝手にやって、勝手に怒って、勝手に泣いて、勝手にって感じなんですね。だから、見返りのない尽くすっていうのは、例えば、母親が赤ちゃんのお世話をするとか、これって、まあ、尽くすというか、育てるというか、まあ、愛情をかけるっていうか、まあ、いろんな言葉があると思うんですけれども、もう見返りなんてないじゃない？
だから尽くす自体の行為は私は全然 NG だと思ってない。ただ見返りからのテイクを取ろうとするその心よ。で、男女間において女性が男性に尽くしすぎると、なんでダメかっていう話をすると、尽くすっていうのは行動なんですね。で、行動するっていうのは男性性の部分なんです。で、男性は自分がやった行いによってその女性がハッピーだったら嬉しいんですよ。でも逆に女性が男性に愛情をもうバーってかけてる状態っていうのは、彼の活躍する場所を女性が取ってるんですね。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないので具体的にデートの話をすると、例えば初デートがあるとして、女性側がまあリーダーシップがあって割と尽くすタイプであれば、ちゃっとちゃっとちゃっとと日時とか場所とか、とにかく段取りとか全部決めて、まるまるくんここに来てねみたいな、これもうものすごい行動してますでしょ。だからこれは男性性を使ってるんですね。じゃあそのお相手の男性っていうのはただ行くだけっていう、要はその逆転戦してるんですよ。男性は自分がやったことによって女性がハッピーだったら嬉しい。言うよ、男性は与える、女性は受け取る。これがもう覚えといて、男性は与える、女性は受け取る。はい、これはね、それぞれ男女の役割なんです。だから与えるばっかりをしちゃったら、彼の男性性を奪っているから、彼は活躍をできていない状態なので、逆に彼の男性性をこう引っ張ってくれる女性が現れたら、彼はそっち行きますからね。いや、だってさ、そりゃ気持ちいいでしょう。だから尽くすっていう部分で、例えばご飯を作るとか、そういうのは別に尽くすというよりかは、自分も食べてから作っちゃったとか、なんか彼の栄養が心配だから、アイドル作っちゃったとか、こういうのは尽くすっていうよりかは、日常っていうか効率だと思うんですけど、何でもかんでも、その、彼のお母さんになってしまったら、彼女じゃないってこと？お母さんなんです。はい。彼は自分を男にしてくれる女が好きですからね。はい。ということで、本日は、婚活が成功しない人の特徴について4選お話をさせていただきました。公式 LINE ではどんな女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。はい、では皆様、婚活されている方、婚活をしていなかったとしても、今日お話をしたこの4つとおさらいをしますね。素直ではない人、被害妄想が激しい人、自分の意見を言わずさあ捨てちゃん、尽くす女性、4つが当てはまってたら変わろって合図ですね。はい、本日も最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。それではまたねー。